ハワード・アレグザンダー・スミスは、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、共和党所属、ニュージャージー州選出のアメリカ合衆国上院議員、コロラド州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めたピーター・エイチ・ドミニクのおじにあたる、ニューヨーク市にて、医師、教師のエイブラム・アレグザンダーとスーレーン・スミスとの間に出生、ニューヨーク州のカトラー学校に通い、 ニュージャージー州のプリンストン大学に進学。プリンストンでは法学と政治学を学び、またウッドロー・ウィルソンの下で英国監修法を学んだ。1901年に卒業して文学史を授与され、1904年にコロンビア大学法科大学院から法学史を授与された。コロンビア大在学中に知り合ったヘレンド・ミニクと1902年に結婚し、一男二女を設けた。 1904年にニューヨーク州弁護士会への入会を許可されてニューヨーク市で開業し法律扶助協会に勤務健康を害してコロラド州コロラドスプリングスに移住し同地で弁護士業を1917年まで続けた第一次世界大戦中コロラド州で後ワシントン DC で食品局に勤務1919 19年にニュージャージー州へ移り 1920年から1927年までプリンストン大学の事務局長。後プリンストン大学政治学部の講師を務め、国際関係と対外政策を教えた。彼はニュージャージー州に居住する一方、ニューヨーク市で弁護事業を再開した。州の政治に積極的に関わり、1933年にニュージャージー共和党政策評議会の設立位。 尽力し、1934年には、ニュージャージー共和党衆委員会の会計係に任命された。後共和党衆委員会委員長に選ばれ、共和党全国委員会委員を務めた。連邦上院議員 W. アオレン・バーバーの死去に伴い実施された、1947年1月3日までの会期の欠員を埋める補欠選挙に共和党から立候補し、 1944年11月7日に当選した。その後1946年と1952年に再選され、在職期間は1944年12月7日から1959年1月3日までとなった。上院労働福祉委員会委員長を務め、合衆国政府が広報外交を行う際の条件を規定したスミスムント法を共同で起草した。 1958年の総選挙には再指名されなかったが、外交問題担当の国務長官特別顧問を1959年から1960年まで務めた。1966年、プリンストンにて86歳で死去。プリンストン墓地に葬られた。ありがとうございます。